コンビニを制するものは人生を制する。 Hello everyone, ダージャーハオ、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんの人生の中で必要なものは何ですか？こう聞かれた時に僕はコンビニって言ってもおかしくないくらいコンビニを尊敬しています。なんでかっていうと、僕は台湾のコンビニに命を救われたからです。僕が台湾に最初に行った時、僕は中国語全く話せませんでした。しかも僕はすごくビビリだったので、ご飯を食べようって思った時にいきなりお店の中に入るのがすごく怖かったです。台湾では中国語を勉強したんですけど、その授業が始まる1週間前くらいに行って、先に台湾観光しちゃおうって思ってたんですけど、もうそれどころじゃない、もうビビっちゃって、台湾の人みんないい人なんですけど、言葉が違うだけですごく怖くて、ご飯を食べることもできませんでした。もうそんな中、ご飯を食べられるところを探していたら、家の近くにコンビニがありました。あの時は砂漠の中で水を見つけたぐらい嬉しかったです。でもここでまた問題がありました。店員さんと話すのも怖かったです。何か物を買うと店員さんは温めますかって聞いてきますよね。もうそれさえも怖かった。ですので僕はいろいろ考えて、もう何も質問されないものを買おうと決めました。もうそれはこれ、ありがとう。もう1週間ほとんどバナナを食べて生活していました。その時僕はもうなんでコンビニの中国語を覚えなかったのってすごく後悔しました。もう最初に勉強するのは、僕の名前はひときです、じゃない、温めてください、フォークをくださいです。何回スプーンでパスタを食べた？っていうか、なんで店員さんパスタにスプーンつけた？まあ皆さんにはそういう思いをしてほしくないので、今日は僕と一緒にコンビニに行ったつもりでシミュレーションをしましょう。じゃあコンビニに入ります。ウィーン、いらっしゃいませ。あ、ここまで大丈夫？僕は入るのにめっちゃエネルギーが必要でしたけど、もう入ったら 50% はクリアです。もうその後は普通は欲しいものをカゴに入れれば OK なんですけど、もしお酒がどこにあるかわからなかったら大変ですよね。僕の留学生の友達は、お酒は僕の血だって言っていたので、まあ、その人にとっては絶対必要ですよね。ですのでその時は店員さんのところへ行き、お酒ありますかと言ってください。カップラーメンが欲しかったら、カップラーメンありますかと言ってください。この欲しいものありますかと言ったら、店員さんはあなたをその場所に連れて行ってくれます。ここでは店員さんはありますよとか言うかもしれないですけど、質問はしてこないので安心してください。もうこれで欲しいものを集めたら、次に来るのは地獄のお会計。もう僕はこれが怖くて怖くて全然ダメでした。ですので僕は皆さんに、店員さんが言うと思う全てのフレーズを伝えたいと思います。お会計の時、まず店員さんが言いそうなことは、ピッ、袋いりますか？ What? 何言ったの？早すぎて何言ったかわかんない。さっきは袋いりますかって言ったんですけど、実際店員さんはもうそのフレーズに慣れてるので、早く言って袋いりますかというふうに言うと思います。しかも早いだけじゃなくて、もごもご話す人もいます。もごもご、もごもご、もごもごは口を十分に開けずに、はっきり物を言っていない様子を表しています。よく小さい時にお母さんと喧嘩をした時に、何か言いたいけどちょっと怖いから、あまりはっきりしない声でもごもご文句を言っていたのを覚えています。あとは食べ物を口の中に入れたまま話すと、なんかもごもごして何言ってるかよくわからないですよね。店員さんも毎日同じフレーズ言ってるから、早くてもごもご言うようになると思います。でも正直、皆さんが外国の方って分かったら、店員さんはもっと丁寧にゆっくり話すと思います。でもたまたまもごもご言う人に会ってしまったら、その時はもう一度お願いしますと言ってください。あと他には、だいたい同じ意味だけど別の言い方として、このままでいいですかとか、エコバッグはありますかというふうに聞くと思います。エコバッグはありますかはわかると思うんですけど、このままでいいですかっていきなり言われたら、最初何のことって思うと思います。ですのでこれはなんか決まったフレーズだなというふうに覚えるのがいいと思います。なんだコンビニって簡単じゃんって思うのはまだ早いですよ。次の質問は、ポイントカードはお持ちですか？え、これわかるよ、簡単じゃんって思うじゃないですか。ちっちっち、君たちはまだ本当の恐ろしさを知らない。ポイントカードってセブンイレブンだと7個カードとか、
ローソンだとポンタカードという名前になります。他にも D ポイントカード、楽天カード、いろいろな名前があります。ですのでなんかカードって聞こえたらポイントカードですかって聞いてみるのをおすすめします。そして最後の質問、お支払いはどうされますか。日本語のどうですかっていろいろな意味があって、欲しいですか、いりますかっていう時にこれどうですかとかいう言い方もあるんですけど、その意味じゃないです。もしその意味だったら僕はあ、お支払いはいらないですっていう風に言いたいです。でもここでは現金ですか、それともクレジットカードですかということを聞いているので、その答え方として僕は現金でとかカードでという風に言っています。本当は現金でお願いしますなんですけど、ちょっと長いのでみんな短くして現金で、クレジットでとかカードでという風に言っています。あとは最近あまり聞かれないんですけど、こちら温めますかっていう風に聞かれることもあります。最近は自分から温めてくださいって言わないと温めてくれないところもあるので注意してください。実際僕も最近ほとんど聞かれてないです。多分今日説明した質問以外はほとんど来ないと思うんですけど、もし質問されても全然わかんなかったらこのことを言ってください。 Google 翻訳使います。これは別の動画で説明したものがあるのでぜひそっちを見てください。もうレジに行くときに下で Google 翻訳持ってれば最強ですよね。もうこれで皆さんは楽しいコンビニライフを過ごすことができると思うんですけど、もしこういうこと聞かれたっていうのがあったらコメントに書いてください。もうみんなで助け合いましょう。コンビニ大好き、コンビニ大好き。皆さんありがとうございました。